出られないで、この子のために嘘をついて話しよう、まあ、かわいそうだなと思ったんで、そしたらその後また留守電なんですけど、その留守電はちょっと残念ながら残ってないんですけど、まあ、ちょっとどんな感じの留守電かというと、さあ、おはようございます、本当に申し訳ございません、寝坊しておりまして、本当に申し訳ございません、何とお話していいか、本当に申し訳ございません、なんとは、これね、2分続くよ強烈な、強烈な、でこれを一応僕、ボイスレコーダーに撮っておいて、ボイスレコーダーが今日ちょっと見つからなかったんで、出せなかったんですけど、もうあんなに謝られた留守電は今まで過去ないぐらいの大変な留守電で、ね、残してください、ね、よく撮ったすごかったね、あれ聞いたら許せちゃうんですかね最高プロジェクトに